にゃあ誰か知ってるか、俺様の過去、なぜ俺の耳は欠けているのか、なぜトラックを見ると無性に潰したくなるのか、そしてなぜあれを見ると優しい気持ちになるのか。そう、あれってのは女子高生だ。俺様の俺様による俺様のためのエピソード、次回妖怪ウォッチシャドウサイ。俺っちは思い出したにゃにゃ、そうにゃ、俺っちはエミちゃんの猫、赤丸だったにゃ。そうにゃ、あの時死んで妖怪に。思い出したにゃ。俺っちがどうやって妖怪になったか全部思い出したにゃ。あ、ジバニャンのお腹治ってる。にゃにゃ、きっと全部思い出していろいろ満たされたからにゃん。赤丸、会いたかったよ。俺っちもにゃそっか、ジバニャンのことを知ってる気がしたのって赤丸だったからなんだね。俺っちがミホのこと気になってたのもきっとエミちゃんの子供だってのを感じてたからにゃん。うん、ねえ赤丸。なにゃエミちゃん。せっかく会えたから私赤丸とやりたいことがあるんだけど、いいかな。もちろんにゃん、なんでもどんと来いにゃん。イエーイ、楽しいね赤丸。それじゃあな、また会おうね。ねえみんな知ってる？パーフェクト占い師千堂霊のこと、何でもパーフェクトに言い当てちゃうんだって。へえ。私たちは千堂霊の占い師に行くことに。トーマが占ってもらえることになった。え、僕の後ろに魔人が見える。それって不動明王のこと？なんでわかるの？やばいよあの人、スーパーパーフェクトセクシーデンジャラス占い師だよ絶対。次回妖怪ウォッチシャドウサイド、囚われの